皆さんこんにちは。朝は全然聞いてません。トーマスちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃさんどうですか？術後の調子は、足の調子はどうですか？さっちゃんいい感じですか？いい感じね。手術して1ヶ月くらいだけどね、いい感じでね、おけけも徐々に生えてきたし。そんな今日はね、あっちゃん、あれそんな今日はあっちゃん、同じようにさ、多分手術して困ってる人もいると思うから、あくまでも我が家の場合で2回手術したんでね、ほら手術して帰ってきた時にあったらよかったもの、違う、あってよかったものだ。あってよかったものをね、5位から紹介したいと思いますので、あいちゃんもお付き合いをよろしくお願いします。ではまず第5位です。第5位はこちら、バギー。バギーはね、あいちゃんお外お散歩するときにね、こんな感じで行ってたもんね。1週間ぐらいはお外行けなかったけど、バギーでね、お散歩っぽいことができたので、我が家はこのバギーが良かったかなと思います。ただ欠点は、場所を取ります。なかなか邪魔ですそこを抜けばね、いい感じでお散歩もできるし、あと冬のタイミングだったんで寒いからね、こんな感じで上にちょっと羽織着せながら行けたのが良かったかなと思います。続いて第4位はこちら、多分皆さん持ってると思います、水飲みです。カラーつけた状態だとね、水がうまく飲めなかったんですよ。まあ多分飲めないんですよね。というのも、我が家の朝ちゃんいつも水飲んでるのが、こんなやつで水飲んでるのでですね、カラーがカタカタ立って全然水が飲めないという感じでした。これでお水あげたので、水飲みは結構これが重宝しました。ということで第4位がこちらの水飲みのペットボトルです。そして続いて第3位、第3位、朝ちゃんいくよ、聞いてる朝ちゃん。第3位はこちら、いきます、いきますよ、ちゃん、ほい、大きめのベッド。そうそうそう、あれどうした？大きめのベッドです。ちなみにいつも寝てたベッドはこちらの小さいベッドで寝てましたけども、カラーつけた状態だと寝れないと、まあまず入りきらないというところもあったので、前々から使っていたというか眠っていた大きめベッド、役に立ったね、あいちゃんね。ということで我が家で重宝したのは第3位、こちらの大きめベッドです。ちなみに術後は基本的にずっと寝てましたので、ほとんどこの上から動かないという日々を送ってましたね、あいちゃんね。続いて第2位があいちゃん聞いてる、第2位がこちら、ポン、あいじゃ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 あ、はい、ポンデリングです。多分病院でこういうカラーはをつけてもらうと思うんですけど、カラーだとうまくこれまたご飯が食べれなかったので、途中からご飯食べるときだけポンデリングに変えてないっちゃうね。違うよ、あなた、いろんな憎しみがあるのかもしれんけど、そういったつもりじゃないわ、あちゃん。こにゃろじゃない、あちゃん、こにゃろ、こいつがご飯を食べにくしやがっていたら、そっちの方が食べやすかったんだ、あちゃん、カラーよりも。はい、あじゃ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 あということで、我が家はご飯の時はこんな感じでポンデリングでご飯食べさせてたので、重宝しましたというのが第2位のポンデリングです。そして流行る第1位、あいちゃんお座りして、お座り、お座りして、はい、いこ、あさちゃんの場合の第1位はこちら、パンパンです。普通のおやつよりも我が家だとちょっといい時にしかパンあげてません。パン食べるとね、ちょっと元気になったりするので、なんかこういつもよりも、こらこらこら、あーちゃん、あーちゃん、いつもよりもこう違ったちょっと豪華なおやつ、ちょっと特別感ね。そうね、特別感あったからね、あーちゃんね、パンね、まだちなみにいっぱい余ってるからね、あーちゃんね。ということで第1位に輝いたのは、まあ、パンというか普段食べない豪華なおやつをあげるとワンちゃんも喜ぶんじゃないかなということで、我が家の第1位はパンです。去年2回手術をして、我が家の中で便利だった
絶望のアイテム5位から1位を紹介させていただきました。このまま元気でいってくださいね、あなたに。はい、みんなパンね。はい、最後にパンあげる、最後にパンあげる。はい、お座り、お座りしてください。1個、はい、1個お座り。はい、伏せ伏せ、バーンバーン、打たれたゴロン。はい、完璧。はい、どうもわちゃん。